今回は、狛江だ何とがわからない。に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。一章の裁判中に老変した時からこいつが怖くてたまらなかったのに、本編中付きまとわれるうちに愛着が湧いて、こいつ最後までこの調子なんだろうな。と思ったら5章でとんでもない死に方しやがって、主人公たちを置いていくな、その子を連れていくなとぐちゃぐちゃになりながらも、6章でその殺人の真実を知りしばらく放心状態になった。クリア後通信簿を埋めたら過去がエグすぎて笑えなかったし、アイランドでは本編の狂気と打って変わって静かに穏やかに過ごしたがるし、なんなんだよこいつ。本当になんなんだよ。になってる、悪さしすぎてる幸運の才能さえなければ歪まずに済んだのだろうか。いいだろ、人気投票1位だぜ。こいつは入学前も入学後も絶望後も江ノ島死んだ後も全くブレてないのが草。さらに大草原なのはシリーズ全体でもこいつのやらかしが人類に大貢献しとる超高校級の幸運であり希望。残花とかいうキャラソン聞くと狛江だの気持ちが少しだけわかる気もする。あなたには愛する人がいないからですか？あなたも誰にも許されない人だからですか？かわいそうですね。同情しちゃいます。この言葉がどうして狛江だに深く突き刺さったのかは、ゲーム、育成計画、アニメすべて見届けてからようやく理解できるの。ひどすぎるだろ。愛する人もそうでない人も自分の幸運に巻き込まれて死んでいくから許されない。そもそも狛江だの幸運の才能が世間で罪として認識されることなんてないから許しの場など存在しないという。飛行機でのハイジャックで自分以外の乗客が亡くなっても周りから責められるなんて一切ないし、むしろ奇跡の生還者ともてはやされる可能性だってある。愛する人はいなくなり許されることもなく、呪いのような才能にすがって生きていく人生ってよく考えなくてもめちゃくちゃ辛いな。この男を見るたびに体が拒絶反応と歓喜と希望を示すようになりました。クリア後の今でもあの死体は怖すぎる。あんなに体ザクザク切って手にナイフ刺してとどめに槍落としとかカモフラージュにしては色々と行き過ぎてるし、口にガムテ貼って苦悶の表情してるのも普通に苦しんで死んだんだろうなと思うとゾワゾワする。6章で真相を知った後は4章からどんな気持ちでいたんだろうこいつ。ともうそこにはいないのに頭から離れなかった。死んでるのに存在感が強烈すぎる。3章で自分を四六時中看病した結果絶望に染まった積み木ですらひたすら絶対に許さない敵として認識してるから一貫はしてるんだよな。多分元希望で現絶望として葬り去ろうとしてたんじゃないかと思う。自己評価低いくせに本当は自分のこと大好きなの面倒くさすぎる。アイランドの公園で昼寝する選択肢好き。こののんびりとした感じがずっと続けばいいのにね。っていうのは本心なんだろうなって。才能に振り回されすぎてる人生だし、平和なアイランドでも安全で不幸が降りかからなそうな選択をしたがるし、弾丸論破のキャラの中でもガチで才能に人生狂わされたタイプだしな。そもそもこれ才能なのかな、ほぼ異能だよ。少なくとも葉隠れが組むのを避けようとするくらいのものだし、要は未来を確定させうる可能性すらある。日向くんは才能ないけど、まあ君が言うなら友達になってあげてもいいかな。ちら、まあ実際根っこは寂しかっただけのような気もするんだよな。才能のせいで親なくしてるし、友達を迂闊に作るわけにもいかなかったんだろうし、通信簿が不穏すぎる男、特にガンと前頭側頭型認知症についてはあまりにもあんまりすぎるからちゃんと嘘だと言ってほしい。ガンはともかく認知症については症状がちょくちょく本編の行動と合致する部分があって怖いんだよ。高校入学あたりまでの記憶しかない状態で、でもそこからすでに月日が経ってるのにそこそこ元気そうだからガンとかは嘘なんだろうな、と自分は思ってる。というか3絶望編でその辺の描写ってあったの？どっかのスレで見た、いろいろ苦悩した末に死を受け入れた途端、幸運ですっかり歓喜した、みたいなのが才能に振り回されてるこいつらしいという意見に納得した。3章で弱みがチラ見えするの好き、あの辺でやっと人間らしさが出てくる。2章開幕してすぐの口パクスキルとか縛られて床に転がされてるスキルが不気味すぎて本当に怖かったけど、3章の変な色した泡吹いたところで狛江だもちゃんと人間だったんだ、と安心した。アイランドモードでも災難に巻き込まれないように危険を避けようとするけど、本編だと殺し合いに巻き込まれてそれ以上の不幸の心配は必要ないのか。ニコニコ顔でジェットコースター乗れてるのよかったなお前。ってなる。絶望病にかかった狛江だが日向くんと一緒なんて耐えられない。さっさと行っちゃってっていうの驚いたし、通信簿埋めた後一人で死ぬのは寂しいってのは本当なんじゃないかと思った。
というか絶望病にかかってた方が心情が理解しやすい。めっちゃ自分を卑下してるのに、自分の願望のためなら他者を巻き込むのに躊躇がない男。修学旅行を死に場所だと認識するレベルの清潔な人生だからな。モノクマの影もないジャバボック島到着のタイミングでまさか殺し合いを、とか言ってるとか相当だし、アイランドモードのエンディングでおぼろげな希望だけを頼りに不運と幸運を繰り返す人生からやっと解放される。って言ってたし本人にとっても希望の礎になって死ぬ方が価値のある生き地獄みたいなもん。才能がない日向が友達になるのが実は最適ルートという。ただ不幸なことばっか起きるならまだしも自分でも納得できるくらい幸運なことが起きてたと思われるから多分イカれた。どうでもいいけど腕を機械にした狛江だかっこいい。散々な過去だけど殺人犯に霊地、詰められたゴミ袋に紛れていた宝くじで3億当てるが特に怖すぎる。両親が死んで莫大な遺産と自由を手に入れるはまだわかるけど拉致と宝くじは因果関係がなさすぎて無理やりにでも才能が幸運を引っ張ってきてるんだなと思うと末恐ろしい。現実にも最近起こってしまったけど、隕石が機体に穴開けたなら正直飛行機の中で生き残ったの狛江だしかいないんじゃね？疑惑もございまして。アイランドモードでめちゃくちゃこっちを気遣ってそれは危ないからやめておいた方がいいよ。気をつけた方がいいよって言ってくるの好き。刺激的なものはなるべく避けて公園で座ったり昼寝してメリーゴーランド乗って砂の城作って楽しんでるの穏やかすぎてちょっと笑ってしまう。僕を超高校級の希望と呼んでくれ好き。こいつのこと嫌いだろうが好きだろうが頭から離れないインパクトを与えるとんでもねえやつだよ。こんな発言をするやつ、発言した時希望が峰の記憶はないが、苗木が江ノ島を倒す場面をテレビ放送で見てたと思うといろいろ想像できて楽しい。事実絶望少女では才能持ちではなく日向みたいな才能のない一般人にこそ希望が宿るみたいな考えにシフトしてたし、飛行機で偉い目に遭ってることをすっかり忘れて軍事施設で戦闘機見せて本当に申し訳なかった。まさかあそこまで怯えられるなんて思わなかったんだよ。これ選んだ時最初の反応から良くない選択肢選んだなって思ったけど、まさか頭抱えて冷や汗かいて苦しそうにしてる滝江になるなんて思わなかった。過去のハイジャックで飛行機が墜落していたとしたら最後まで意識があって地面の上じゃないところに不時着したのかな。アイランドのエンディング本当にいいんだよな。いつも勝手に降りかかってくる幸運と違って狛江だが自分から掴みに行った幸運の形を見ることができて、なんだかんだいつも気にかけてくれて、不運に巻き込まれてもなんとか跳ねのけられそうな日向と友達になれてよかったな。お前10年近く前のゲームのキャラクターなのに未だに語られるのすごい。弾丸論破の顔といったらモノクマ以外だとこいつくらいだと思う。両辺全一章狛江だ好き。日向から優しいと思われてたり小泉から主婦って感じって言われたり港湧きあいあいとしてるの楽しそうでいいねと思う。まあ本性見せたその後に小しょっぱなから縛られて部屋に放置されてその先ずっと気味悪がられることになるんですけどね。裁判中に黙ってろって言われると素直に黙るの好き。こういうのがあるから4章の裁判でいきなり冷たくなり始めたのみんな怖かっただろうな。 2.5 ミルに才能なんてなかった方が幸せになれるのではって深層心理では思ってるっぽいのよな。クソ映画回避のため250万でステッカー買った日向に普通にドン引きしてたのいつ見ても面白い。5章の狛江田のスチルが全部頭から離れない。特に発生した毒ガスの中世紀のない顔してる狛江田は見た瞬間全身からさーっと血の気が引いた。あんなに散々場をひっかき回して狂気的に笑って身もだえてた狛江田も死ぬ間際というかもう死んでいたかもしれないにはこんな顔するんだと、なぜか寂しくなった覚えがある。五章の自分の足ザクザク切ってる絵の顔が無表情すぎて怖かった。あの時どんなこと考えながら切ってたんだろうか。初見時、三章でちょっと可愛いなと思った後、怒涛の展開で混乱した。1、五章の狛江田は未だに苦手なんだけど、アイランドとか 2.5 とか色々見て、まあつれーなと。友達になった平和時空の狛江田と日向見ると泣きそうになる。明らかに続編で黒幕ポジになるフラグ立てまくったモナカが、どうでもいいとなったとか普通なら叩かれるけど、絶望とか希望にこだわりたくない。あの狛江田のようなキモい大人になるからという圧倒的説得力。意図した行為でないとしても多分狛江田のやった行為でトップ3に入るくらいの善行だと思うモナカにとか。通信簿進めるために喜んでくれるブルーラムあげようとしたけど説明文読んでやっぱやめとこ。になった。大敗的な気分になってる狛江田とかどうなるか想像できなくて怖いし、
アイランドだと最後にやるのが握手と友達宣言なのなんか好き。絶如で鎖付きの首輪してるし召使いってどうしたお前って思ったけどめちゃくちゃ通常運転で安心した。背脂以外に何を入れたらミルクセーキがあんな色になるんだよ。こいつ顔に落書きされてやんのーって笑ってたらその状態のぐるぐる目が本当に怖すぎて勘弁してくれって思った。小高さんのツイートで召使いがブッシュドノエルってやつ、作り法も何もかもわからないけど召し上がれと生クリームと松ぼっくり出してきたのは召しまずって次元じゃねえぞと思った。明らかに食べられないものを食わせようとすんな。料理センスは幸運関係なく壊滅的なの笑う。アイランドモードで一番喜ぶ選択肢を選んだ後に言ってくるセリフ、多分物騒な想像ではなく実際過去にそういうことが起こってるんだろうなと思うわ。両親死んだ飛行機も旅行行った後の帰りの便だろうし、他人特に才能持ちに対してその希望を見せてよと言いつつ、その実どんな才能見せてもいや本当の希望ってやつはこんなもんじゃないよね。って言ってその才能持ちをひどい目に合わすやつ。個人的な考えだけど多分どんな才能見せても希望だとは認めない気がするんだよな。だって本当の願いは自分が希望になりたい希望と呼んでくれだから。回りくどい承認欲求持ちと言えばいいのか。本当の願いはわからんが自分から幸運なんて才能が消え去ればいい。自分の幸運に殺されない、イコール希望と友達になりたい。って願いは見ないようにしてるよね。本心では自分を希望として見てもらいたいのに、認める気もないくせに他人に希望を見せてよと言って絡んでくる困ったくん。小前田を見てると幸運イコール幸福では決してないということがよくわかる。裁判では基本真相を知ってるし鍵を握ってるので頼らざるを得ないんだよな。だから黙ってろって言われても結局こっちから助けを求めてヒントを喋ってもらわなきゃいけないっていう。さあ、日向くん僕と勝負してくれるよね。それは違うよ、が好きすぎる。こんな得体の知れない奴に反論されるの緊張感がすごかったわ。アイランド、育成計画で日向と友達になれた小前田がハッピー弾丸論破だとことあるごとに友達言いまくってて面白い。お前そんなに友達ができて嬉しかったのかと微笑ましい気持ちになると同時に、小前田の家族みたく不運にやられて死ぬことのないよう頑張ってくれと日向にエールを送りたくなる。日向と映画に行って友達と行くのは初めてだと喜んでるの見るとよかったねって気持ちになる。予備学科バレ跡や育成計画の時と比べるとだいぶ毒気抜けてるなって感じがするな。小前田の嫌いなものがうるさい場所なのアイランドモード進めてると納得できるな。静かな場所でじっとしてるのが落ち着くんだろうなと思うけど、あんまりゆったりしすぎてると緊張したり落ち着かなくなったりするのが面白い。過去の出来事話す時にこいつ平然としすぎだろと思ったがこれまでの人生が幸運不幸シャトルランみたいなもんだったからもうぶっ壊れてたんだろうな。ただの狂人かと思いきや境遇とか見るとそうならざるを得なかったんだなとも同情できるのがね。